長崎ペンギン水族館は、長崎県長崎市宿町にある私立の水族館。ペンギン九種180羽とその他水族165種9700点を飼育している。1959年に開館した長崎水族館を前身とする。長崎水族館は1998年3月31日に閉館したが、住民などの強い要望と署名の結果、移転。 規模縮小の上で2001年4月22日に長崎ペンギン水族館として開館した。2015年現在で世界一となる9種類のペンギンを飼育し、名の通りペンギン飼育をメインに置いた水族館である。他に魚類、甲殻類なども多数飼育している。敷地面積3万2二千平方メートル。マスコットキャラクターはアバちゃん。また水族館に加え、 水族館前の日、三河河口域と海岸を生かした自然体験ゾーンがある点も特徴である。第一駐車場から水族館までは約250メートルの遊歩道となっているが、ここには雑木林や田などの里山を再現したビオトープが整備されている。館内は順路に沿って歩いて観覧する。順路は途中で2階へ登り、再び1階へ降りてくる。は、 階段とエレベーターで可能。クエオウナギ長崎ペンギン水族館では、前身の長崎水族館時代からペンギン飼育を継続している。旧長崎水族館は、捕鯨業開催大手の太陽漁業と資本関係を持っており、同社の捕鯨船が南平洋から持ち帰ったペンギンを優先的に受け取ることが可能であったため、ペンギン飼育にかけては全国有数であった。 最初に飼育されたペンギンは1959年8月に南平洋から運ばれてやってきた4羽のヒゲペンギンであった。2015年現在では、キングペンギン、岩飛びペンギン、マカロニペンギン、ジェンツーペンギン、ヒゲペンギン、マゼランペンギン、フンボルトペンギン、ケープペンギン、小型ペンギンの9種類、約180羽を飼育し、うち7種類の繁殖に成功している。 このほか、長崎水族館時代には、エンペラーペンギンとアデリーペンギンを飼育していたことも、ある。飼育、繁殖技術については、長崎水族館時代から多くのノウハウを持ち、長崎方式として世界にも知られている。飼育しているペンギンの約7割が繁殖したもので、繁殖賞や長期飼育記録もある。また、現在は、各地の動物園、 水族館で行われているペンギンのパレードは、旧長崎水族館が発祥となっている。長崎ペンギン水族館条例指定管理者、導入施設 ABD フレット、長崎ペンギン水族館ガイドより、ABCDEFG パンフレット、世界一の長崎ペンギン水族館物語より、ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 白い数を、 長崎水族館とペンギンたち、藤木広秀社2006年国内で展示されているのは他に、アクアとトギフのみ。ABCDE 川端博と、ペンギン、日本人と出会う文芸春秋2 0 0一年、ISBN4 から16から35万7200から7、ペギーちゃん誕生及び長崎ペンギン水族館内、解説版では、 サウスサンドウィッチ諸島となっているが、長崎ペンギン物語、ペンギン、日本人と出会うでは、クロゼ諸島となっている。本校では、現地で捕獲作業に当たった関丸、船長、古川康文の証言を取りクロゼ、諸島としている。関丸は、クロゼ諸島で、キングペンギンを30から40羽ほど捕獲したが、その大部分は、母船の第二日清丸に積み替えられた。 第二日新丸の横須賀気候まで生存していたのは24羽で、旧長崎水族館と旧下関市立水族館が12羽ずつ搬入した。関丸に残したペンギンの打ち起こすかまで、生存していたのはわずか2から3羽で、このうち1羽は、船長の古川康文が自宅に連れ帰って飼育した。この間に命を落としたペンギンの死因のほとんどは、 赤道付近で罹患したアスペルギルス症である。ABCDEFGHIJKLMNO 白井和夫、ペギーちゃん、男女昭和同印刷出版事業部1976年、ABCDEFGHIJKL 白井和夫、長崎ペンギン物語長崎文献者2019年 ISBN978 から4から8 8 8 5 1 3 1 9 7ち4話は、 すでにアスペルギルス症を発症しており、搬入の5日後、36日後、45日後、67日後に死亡した。生成熟した時期から逆算すると搬入時には2から3歳以上と見られる。この氷は同じ名前を持つ南極観測船、富士によって持ち帰られたものである。屋外飼育には少なくとも1974年まで参加したが、 園内散歩で片足を痛めて、以降は、不参加となった。富士以外には、福岡水族館から譲渡された、エンペラーペンギン1羽が1964年4月20日から1967年6月12日まで、飼育されていた。ありがとうございます。